例えばチーム練習を3時間やったとすると、誰もがその同じ3時間の練習をすることになる。だから僕の場合はその誰もがやる練習以外に 1,2 時間毎日さらに練習をやってきたよ。1日で急激に上達するということは決してないけど、毎日繰り返して練習をすることで少しずつ必ず上達すると信じて練習をやってきたんだ。仲間よりも余分に練習をやってきたという自信がつき、試合の時にも仲間に負い目を感じたり不安を覚えることはなくなるんだ。だから気分よくプレーをすることができるようになる。個人的な練習で進めたいのは、 YouTube などでプロの選手やカレッジ選手はどういった動きをしているかをよく見るようにするんだ。例えばシューティングの技術を学びたい時などはプロ選手のプレーから盗み見るといいと思う。僕もケビン・ラブやステフィン・カリーなんかのプレーをよく見て、彼らの技術を参考にしたもんだよ。ドリブリングではカイリー・アービングのドリブル技術なんかをよく見たね。それを見ながら技術を覚え、コートで実際に真似してみるわけさ。何度か真似してやっていくうちに徐々にコツをつかめるようになっていく。6つのコンビネーションがあるものなんかも、最初は1つや2つのコンビネーションから始めて少しずつ身につけていけばいいわけさ。最初はうまくいかなくてもとにかく真似してみること。何回やってもなかなかうまくいかないかもしれないけど、プロはプロ。彼らはすでに毎日毎日何時間もの練習をやってきているわけだから、同じようにいくわけがない。うまくいかないと面白くないし、すぐにできるようにならないと悲しくなるかもしれないけど、それでも毎日練習を繰り返しやっていけば、必ずどういうふうにドリブルをするのがいいのか、シュートをどうやって打てばいいのかがやがて見えてくるはずだ。最初は面白くない練習が続くだろうけど、とにかくやり続けていることでその技術は身につくし、できるようになっていくはずさ。僕の場合、個人練習はほぼ毎日やってきたんだ。さらに1日に2回のワークアウトを行う時間を作ってたよ。しかしやりすぎたり必要以上にハードな状況に体を追い込んだりは決してなかった。自分に不足している要素を把握し、それを満たすことを心がけて、そのポイントを集中的に鍛えるようにした。ジムへ行って 3,4 時間ただトレーニングするのは好きじゃない。その日行うトレーニングの目的や内容を計画し、1時間で何か1つだけでもいいから集中して目的を達成するのがいいと思う。特定のある種目を1時間で集中して行った方が、ただだらだらと何時間もトレーニングを積んでいるよりも何十倍も効果は出てくるはずさ。日本人の練習を見ていると、基本動作をとにかく覚えようと基本の練習を何度もやっているよね。だけど技術の改善を目指すのであれば、もっと違うドリブルも取り入れてやっていくべきだと思う。基本練習はウォームアップとして役立つから、ウォームアップに取り入れるといいと思う。基本運動で体の体温を上げたら、続けてゲーム状況を意識したドリル練習に切り替えていくのがいいと思う。ゲームを意識し、それぞれの状況でディフェンスに対応すべき動作を覚えていくトレーニング。基本動作ばかりを身につけていくのではなく、ドリブル一つとってもいろいろと異なる動作があるわけで、コーンを使ったドリブル練習を取り入れるだけでも変化をつけていくことができる。また少しずつ上級レベルのドリブル練習も取り入れていけば、たとえ相手がシュートを打ったとしてもゲームを続けていくことができる。ディフェンスがシュートのブロックに成功するかもしれないし、いろいろなパターンでのドリブルを取得していればそれが生かされるはずだ。もしバスケットボールのレベルアップを目指すのであれば、基本動作はウォームアップとして取り入れることをお勧めするね。もしコーチに注意をされても落ち込んだり反抗的になってはダメだ。コーチは君に上手くなってもらいたいから注意をしてくれていることを理解し、それを素直に受け入れることだ。やる気がなくなったからっていじけて家に帰ったりせずに、注意をされた内容について振り返ってみよう。もしその時の映像などがあるならば、それを見直してみて、コーチが言っていることがどういうことなのかを正しく理解する努力をすべきだ。精神的に落ち込む必要なんて全くないよ。なぜそんなミスをしたのかを見直し、それを修正するように努力することだ。理解できない時はコーチにそのことについて質問をすることが最も大切なことだ。コーチに怒られている時にすぐ謝るというのも問題だ。もし怒られている意味が
わからないときは、なぜ自分が怒られているのかを知るべき。もしその理由がわからなければ、同じ間違いを再び繰り返すだろうし、コーチは君のことを注意していることを聞かない選手だと思うかもしれない。大切なのは自分のミスに対してコーチが言っていること、コーチが望んでいることを正確に理解することだ。それを理解できなければ、自分のミスはいつまで経っても治らないだろうね。練習することで自信もついてくるはずさ。練習をしなければミスもするし面白くないはずだ。練習を毎日のように繰り返していれば自分のミスも分かるようになる。10回同じことを繰り返して10回とも満点に成功することなどめったにないよ。自信があってもミスをすることってあるし。でも次は大丈夫だ、うまくいくと自分を信じることが大切だよ。すでに何度も繰り返して練習してきて、何度もうまくできた時のことを思い出すわけさ。僕もそんなにいいシューターではなかった。2本シュートが成功しても3度目にはミスをするといった具合だ。でも試合でミスしたとしても自分はずっと練習を積んできていることを知っているし、うまくできる自信もある。そうすれば気分的に落ち込むこともない。自分はこの練習を何時間も何時間もやってきたということを思い出すことができれば、落ち込んだり嫌な気分になる必要もなくなってくるからね。自分らしいプレーにすぐ戻ることができるし、それがフォームにも現れると思っている。練習がきつかったとしても今やっている練習が必ず役に立つんだっていつも思って練習やってきたんだ。例えば膝や足首をアイシングしたり、お風呂に入ったりサウナに入ったりして疲労した筋肉をいたわることも大切だ。練習で疲労すればそれをケアすることも選手として大切なコンディショニングだ。もし疲労がたまったままにしているとそれが原因で怪我をすることにもなる。もし一日に何回も練習をしたときに友人だと夜遊びに出かけるなんてもってのほこだ。それはやってはダメ。バスケットボールを遊びや趣味でやっていたり、あるいはそんなに疲労していないレベルならば関係ないかもしれないけど、高校大学プロと将来的にもバスケットボールをやっていきたいならば、疲労を回復させるということは選手にとって練習と同じように大切なポイントだ。翌日までに練習の疲労をどれだけリカバリーできるかが大切だ。もし練習で 100% 出し切ったとしても、翌日までに 25% 程度しか回復していないようだと怪我へのリスクは高くなる。練習への集中とともに疲労の回復を意識するようにする。特に若いうちだとなかなか疲労も感じにくく理解できないかもしれないけど、30から35歳とプレーしていきたいならばリカバリーに意識を向けることが大切だ。172センチの身長だけど、よくもっと身長があったらどうだったと思うとか聞かれることがあるけれど、自分では何とも思ってないよ。逆に背が高かったらつまらないんじゃないかと思ってる。リングにすぐ手が届くぐらい背が高いやつらなんか特にね。背が低かったからかえって自信を持って相手をやっつけに行ったしね。自分じゃ背が高い選手のつもりで戦っていたよ。それに背が高いやつは動きが鈍いしね。ポジションはポイントガードだけど動きがハードだし、相手が大きな選手だとなおさら潰されることも多いけど、そこは自信を持って攻めていくことが重要。小さな選手が大きな選手と戦うってことは大変だけど、その大変さがあるから逆に面白かったりもするんだよ。とにかく自分自身のためにプレーしているってことを思い出してくれ。もしコーチや親からバスケットの練習をしなさいと言われたときに、バスケットボールがつまらなく思えたり練習がやりたくなかったら、それは自分のためにやっているとは言えない。なかなかうまくならなかったり上達が感じられない時っていうのは面白くないけど、もしバスケットへの情熱があって自分のためにやっているという気があるならば、
やがて必ず上達していくから楽しくなっていくはずさ。練習しているのに上達しないわけがない。バスケットボールはスポーツだし、相手がいてそれに勝つことが目的になる。負けたくはないし、負けたら面白くないじゃない。楽しみや趣味だけじゃ面白くない。言いたいことは、もしバスケットボールが好きならば、何ができるかを見つけ、どうゲームを組み立てるかを考えながら、自分の可能性を引き出すように練習やゲームを頑張ることだ。高校生で最高のパフォーマンスが発揮できたら楽しい。でもなんだかバスケットボールへの情熱も中途半端で、バスケットボールを適当にやって他のことにも気が散っているようだと、自分の可能性をなかなか引き出せないし、情熱も出てこないものだ。